よし、やっていきましょう。新食。ということで、はい、前回ね、無事に、いや、無事にじゃないな はい。まあ、普通の、なんか通常エンド的なものを見たとは思うんですけど、まあ、残念ながらね、トゥルーエンドにはたどり着けなかったということで、今回はね、そのトゥルーエンドにたどり着くための、まあ、2周目ということで、ちょっとやっていこうかなと思います。で、前回のショートホームルームで得た情報をもとに、このままイベントを進めるとすると、5人をってか、全員揃った状態で、校内を総点検するといったところなんですけど、何をやるかというと、回転室のイベントをこなすとトゥルエンドに行けるらしいですね。ちょっと作者さんのホームページを見てきたんだけど。これで行けるようになるのか。ちょっと待って、怖いから一応セーブ。でもうっすら見えるよね。まとわりついてる。あぶねえ。特殊技能破壊っていうのを持つぐらいだからな、お前は。ペンダント。暗い短時間、突然の危機。もしかしたらこいつも人間というものを逸脱してんのかもしれないな。私は知らないけど、結構古い感じよね、それ。もっと前に誰かが落としたんじゃないの？なるほど、これか。これを持つことによってトゥルエンドにたどり着くと。オッケー、これでいこっか。じゃあ多分これでいいんじゃないの。さあ、どうだ。来てはくれるのね そういうとこ優しいじゃん。文章は特に変わってない。あ、スキップします。まあいいや、どうせ弱いし。はい。変わったね、やっぱ。これはあなたの？私のだ、とても大切なもの。流れ変わったぞ。真っ暗な廃電室。私はそこに閉じ込められて、その時の怖さから近寄ることができなくなって、頼める人もいなくて、自分で探すこともできなくて、ずっと悔やんでいた。辛かったんですね。私も一人でした。話をしたり、一緒に移動教室へ行ったり、お昼を食べたりする人たちがいます。でもその人たちにとって私は友達なんかじゃなくて、それでもみんなの中で一人になりたくなくて必死に合わせていました。だけど、それじゃダメなんだってやっと分かりました。あなたも気づいてください。こんなことをしても余計に傷つくだけなんです。私は友達になれませんか？私が友達になってここに残ります。ちょっと待って、それはあかんのやないか。それはあかんのやないか。いやいやいや、成瀬さん、そんなクレイジーな人間だとは思ってなかった。私は彼女と同じだから気持ちわかるんです。この先も一人にしておきたくないの。いや、言わんとしてることはわかるけど、逆転の発想でいこうぜ。俺らがこっちに残るじゃなくて、こいつを元の世界に連れてこめばいいんだよ。連れてくれいいんだよ。あ、よかった。ありがとう。
こっからの流れは多分一緒かな。あ、一緒っぽいね。オッケーオッケー。配電室のイベントをこなせてペンダントを入手するっていうのが、わあ惜しいな。あれやっときゃ一発スルーだったのか。あれやっときゃいいだけだったのか。お、その様子を見る限りあの一件は結果的にいい方向に働いたと考えていいだろう。全く世の中は何がどう転ぶかわからない。お、そうやって日常は少しずつ形を変えていく。誰も気づかなくても周りで起こる全てを受けて変化し続けるものだから。例えばこの空の青のように日々新しい色を重ねていく。よしよし、いい感じに終わった、いい感じに終わった。オッケーオッケー。これがトゥルーエンドだから。これがトゥルーエンドよ。あんなモヤモヤした終わり方でね、終わっちゃったらそれはお前心の中に残るって。Thank you for playing this game. はい、こちらこそありがとうございました。エンド、新色。お、ロングホームルームになってる。参加します。気づけば青春モード。正規エンド到達おめでとうございます。そしてロングホームルームで、ようこそいらっしゃいました。姑息なフラグ、厳しい戦闘、長いイベントの連続をくぐり抜け、ここまでたどり着いた皆さんは孫うことなき勇者です。本当にお疲れ様でした。実はここに来る前のイベントはこっそり配置された好感度で変化します。あ、そうなんだ。いや、わからないです。誰かのイベント？何、誰かのイベントって。え？え？何それ、すげえ悲しいんだけど。せっかく作ったイベントが浮かばれません。それも悲しいので、イベント発生のヒントを教えちゃいましょう。はい、聞きます。野郎はとてもいい女子。女子で白石さん結構気になるところではある。私もあまりに他の人と変わりませんが、好感度のアップダウンは宮崎と並んで激しいです。ああ、常識的で私が不要と思う行動を取らずに無神経な言動を慎めばそう下がることもないと思います。やべえ、女子トイレ連続探索とかああいうのが響いたか。短期間で続きます。最初に話しかけて部屋を出た後もう一度立ち寄ってみましょう。立ち寄った。ただしある人物がいないとこのイベントは起こりません。といっても起こる確率の方が断然高いんですけどね。イベントが発生したら選択は慎重に。どんな聞き方をしても好感度は下がりますが。マジかよ。どんな聞き方をしても好感度下がります。イベント上収穫がある選択は一つです。じゃあ俺が選んで絶対あれだな、収穫ねえな。あれ、私は頼られるのが好きなのでどんどん頼ってください。まあこんなところですね。好感度はいろんなところに仕掛けられています。選択肢とか柴田の行動とか無関係そうに見えるものでも油断しない方がいいですよ。油断しまくってましたね。まさか、いや知らんかったよ。俺だってこのゲーム2回目だけど初めてだぞ、好感度システムがあるって。マジか。いやでもさ、それ伝えられてないってことは俺1周目でトゥルーエンドにたどり着いた上に個別イベントもちゃんと見てるってことなんだよね。優秀すぎない？1周目の俺、何があった2周目の俺、ちょっとあまりにも無能すぎない？そうそう、好感度の変化するイベントが起きてもその時一緒に行動していない人の好感度には基本的に影響がないことも補足しておきます。そうなんだ、なるほど。それにしても正規エンドのおまけなのにショートホームルームと変わり映えしてねってどうなんでしょう。作者さんの都合なんだろうな。最初は開発室を作る予定だったそうですが、そんなことする暇があるなら少しでも早く完成させた方がいいって結論に達したみたいです。なるほどね。まあ完成が伸びに伸びたんですから、それが正解でしょうね。本作程度の開発室なんて誰も見やしません。いや気になるんだけどな、個人的には。それじゃそろそろ時間です。最後まで付き合ってくださって本当にありがとうございました。機会があればまたお会いしましょう。それでは、はーい。なんかね、このゲームね、エンディングがね、13種類あんだって。で、個別エンドとは、戦闘でのゲームオーバーはカウントしてないんだって。それで13種類あるらしいよ。結構あるよね。で、そう、
これ5人で生還した場合のエンドっていうのが今回見たのが2つなんで、その他のエンドっていうのが多分人数足りない場合のやつですね。多分それぞれ誰が足りない、何人足りないみたいな、多分そこら辺で変化が生じると思うんだけど、ちょっとね気になった、あのデッドエンドでね気になったのがあるんで、ちょっとそれ見ていい？ただこれ誰も気づかないんじゃないかってやつなんだけど、ちょっとホームページに書いてあったんでちょっとやってみたい。ここはまあ一緒だから飛ばします。ちなみに個別イベント、ん？個別エンド。キーイベントの発生、好感度。うん。これだね、デスエンド。オープニングで山本の問いにどうもしないを選択を、しばらく教室から出ない。これ、絶対誰も選択しないであろう選択を、あえてやる。そうすることによって、デッドエンドが一つ見れると。こんな最序盤で見れるとは思ってなかった。さあ、異空間に漂流したと。傍観する。これ絶対好感度下がったこれ絶対好感度下がった。これさ、待って、どうもしない、山本の問いにどうもしない、あれなんかこれじゃなくない？ちょっと待って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 、違う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 、どうもしないっていう選択肢じゃないんだよな今の。傍観するって多分これさ、あれなんだよね、イベントのスキップなんだよな、戦闘するしないっていう、多分傍観するだとイベントスキップするっていうだけだから、多分今のじゃダメなんだよな。ちょごめんね、細かいけど多分そこね選択違うと思うからちょっとやり直すわ。助けに入る、あれ違う、え待って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 、俺一周目さ、ちょっと待って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 、え待って待って待って、あれ選択肢3つぐらい出てこなかったっけ、あれちょっと待って、ちょっと待って待って、あれちょごめん、ちょっと一旦見てきていい、ごめんなさい、あのやり直してて気づいたんだけど、この後の選択肢の話ですね。で1と3選んだから4にしてみる、今度どっちにしろ白石さんに怒られるっていう結構ニアピンだと思うけど、どう考えたら俺らの言った世界じゃないし、うん、なんかどれ選んでも白石さんの好感度下がりそうでこれ意外と白石さんのむずいのかもしんないな、好感度管理っていうか、ギャルゲーみたいになってきてるけど、みんなバラバラになっていくと。ここは土星論ですねここは土星論ですね。成瀬さん、そんなみんなのノリに乗んなくていいからさ、残ってくれてよかったのに。これか、どうもしない、ここに残る。もう完全にこのパターンは死ぬけど。おお、そんなゲームの主人公みたいな真似しないで、お前ゲームの主人公だぞ。これで一人になるのか、新しいな。でこれで何もしないで教室にしばらくいるんだって。すると、あ待って、セーブしとこう、もう一人になるっていうパターン珍しいからセーブしとこう。これでしばらく教室にいるすると死ぬらしい。暇だな、
なんか探索してみる。なんかない？隠しイベント的な。結構このゲーム細かいからさ、一見何もないように見えて割となんか、お、簡易金、あ、これ知らんかった、クールタブレット。そういえばなんか途中でさ、手に入れなんかスキルみたいなのがさあってさ、なんか時間経過と引き換えに手に入るアイテムの隠し場所みたいなのがなんか見っかるんだよね。わかりやすくなんか表示されて、あれ何も起きないんだけどあれ何も起きないんだけど、あ、スタンガン、スタンガン、これ俺が知る限り結構最強の武器だと思うんだけど、あくまでもご信用、危険思想の人間持っちゃダメ、装備はできないの、ダメか。スタンガン強そうなんだけどな。あ、このイベントは確かに、もう外出ていいのかな、出てみる、あ、出れねえこれは多分誰もたどり着かないだろう。俺もホームページ見て、作者さんのホームページ見て初めて知ったもん。絶対前回も見てないよね俺これね。はーい、多分最初のデッドエンドだよねこれ。それでは第1回目のショートホームルームを始めます。まあそうだよなちなみに進行はクラス委員ということで、落ち着きられた私白石が務めさせていただきます。じゃあ早速今回のケースを振り返ってみましょう。いくつかあるデスエンドの中では最短かつ最弱な死に方ね。もともこのエンドは気づかない人がほとんどだろうから、それはある意味すごいことかもしれないけど、ゲームの主人公なんだからそれらしく好奇心旺盛に行動しなきゃ、それが結果的に失敗だったとしても何もしないよりはマシでしょ。怒声論かもされましたね。不吉な音が聞こえる前に戻ってやり直すこと、それじゃ頑張ってこの嫌な世界から脱出してね。うん、これは確かに気づかないわ。あとなんだ、なんか見たいの、宮崎の襲撃イベント、これさ、そうなんだよね、俺さ宮崎を行かせない選択をしたからこれも多分発生してないんだよな。宮崎の襲撃イベント、あ違う、宮崎の襲撃イベント、あーそっかそっかそっか、攻撃を受けてみる、これやったわ、これやったやった。で3の3の置いてあるナイフを手にする、これもやった。山本イベントで山本をどうにかするを選択する、これだ、こっちだ。山本を俺話さなかったんだよね、なんかちょっと若干ホモ感あったけどちょっと BL 感あったけど、あそこ、まあとりあえず山本を話さなかった、これはイベント発生しない。ハイデンスイベントを佐古がいない状態で発生させる、あーやっぱあれ、そっかそっか、破壊神佐古くんがいないとあそこ脱出できないんだ、なるほどね。まあこれらがデスエンドと言われるやつですね。であとは俺が見た確保人数が5人の場合、侵食、日常への帰還、これは見た。で確保人数が1人から4人の場合、なるほど、離脱した山本を回収しないままラストイベントを発生させる、あーじゃあ何人か殺すか、ちょっとすげえ物騒な言い回しで申し訳ないけど、ちょっと何人か殺すわ、何人か見殺しにしよう、誰殺そっか、この辺なんか適当に漁ってみるか。ここ登ってって、あ、いない、あれいないね。イベントなんかこなしてからじゃないとやっぱダメか。血ってことはこれでこの状態で行くと、あ、やっぱいるわ、はいはいはい、ここの襲撃、鬼に捕まる、これでね横にかわす、後ろに下がる、かわして回り込む、この場を離れる、
すると多分あいつ死んでるだろよし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 、あくまでも死ぬルートでこう。3人確保、123。あと1人誰だっけ。あー、あの女の子か。あともう1人、あいつ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 どう。あ、待って、これもそうだ、このゴミも。ゴミ箱へ。ここに捨てよっか、じゃあ。はい。これ結局何だったんだろうな。これ何だったと思う。あ、なるほど、白石さんのイベントだ、これ。これ白石さんのイベントだろう。ゴミをちゃんと捨てたっていうルールにのっとった真面目な行動をしたら白石さんからの評価が上がるみたいな、そんな感じでしょ。イベントに関係ないな、これ。おそらくそういう感じでしょ。で、あと女子トイレをむやみに調べようとしない、あれは調べない。あ、やべ、巻き込まれた、やべ巻き込まれたやべ巻き込まれた、しょうがない、こなしてやるよイベント。何か殺してちょっとイベントを見よっか。ほっ。で、ここは相も変わらず白石さんに任せると。はい、オスお願いしますはい、でも一回やってみるのもありだったかもな一回やってみるのもありだったかもしれない。よかったな、させねえぞと。じゃあの、うん、ここで一回登場してたんだよね俺、ラストシーンまで完全に忘れてたけどはい、まあ、いじめられてた陰キャと、かわいそうな陰キャの女の子だったと。そろそろあいつの様子でも見に行ってみる。多分死んでる頃だと思うけど。わあ、なになに、なんか色変わってる。これなんだ、焦げてんの、焼かれた。鬼ごっこだもん、捕まえたから終わっちゃったんだよ。そういえばこいつなんか炎の攻撃やってきたよね。アルミンみたいになってるあ、ここ強制なんだ、なるほど、ぶっ殺してやる。あ、いいだろ、子供殴っときゃ終わるからいいだろ。あー、防御、くっそ腹立つ。振りよこす。わー、やめてくれお前。うわー、お前1000倍特許だぞ、こっちの目つぶしは。ふざけんじゃねえお前。ちょっとやばいなこれ。攻撃、いや子供殺そう、子供殺した方が早い。アイテムで直せね視覚障害直せね、くっそ、あげます。精神系状態異常じゃないんだよなこれな残念ながら。みんな頑張ってみんな頑張って、ここは頑張ってって言うべきところだな、確かに。痛い痛い、包丁はさすがに痛い、それは誰しもが思うことだ。ちょっと回復だけしとけお前、励ましとけ、目見えなくても声出すことぐらいはできるだろう。ちょっと振り起こせ。あー、ちょっと待って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 、お前視覚障害こっち2人抱えてんだよお前、手加減しろよこの野郎。痛い、みんな頑張ってみんな頑張って、まずい、この状態はまずい、これは非常にまずい。攻撃当たんないだろうなってこれ
燃えちゃえはまずいんだよな。全然攻撃当たんない。白石さんでやるしかねえな。くそ、アイテム、まさか子供にこんな苦戦する 日が来るとは。あげます。あぶね。みんな頑張ってみんな頑張って。よし、なんとか立て直せた。あとはまあ適当にやっときゃ。ご了承できるっしょ。よーし、何げ苦戦した何げ苦戦した。だ今回一番苦戦したかもしれない。よし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 、じゃあな。でこれでこっからだよね。ここどうやって派生していくのか、ちょっとできるだけ協力しない形でちょっとこのまま進めていきます。カット。とりあえず階段で不意打ちしてきたあいつ以外を、まあ、無事に生還させた生還ってか生き残らせた状態で、サコを助けると一応教室に戻らない。こっから結局最後のところまでどうなんだろう、変わんのかな。おい、多分一人減ってっから何かしらね会話の変化みたいなのあると思うけど。あ、早速あ、強制戦闘ね。はいはい、しょうがねえな。破壊効かない。物理でいくぞ。マジでサコが強すぎるけん、とりあえず殴っときゃいいだろ弱っ弱っ。くそ情けない。ラスボスとして恥ずかしくないの。まあなんか全体的通してなんか戦闘のねバランスがすごくね取れてるっていうか、すごく簡単なんだよね。失踪は当然騒ぎになったが、ほどなく収まった。たとえ身近で起きた事件でも所詮他人事の話では数ある話題の一つに過ぎないのだ。その気迫さは今はありがたかった。真相を知っているオテセにとってその軽々しい扱いは苦痛でしかなかったから、俺たちは誰もあの場でのことを話さなかった。そう取り決めたわけじゃない、ただなんとなくそうした。同じ思いを抱えた人間が近くにいるというのはそれだけでも救いになった。おかげで日常に戻るのにそう時間はかからなかった。ただ以前と同じ風景を感じるときふと思う。そこから欠けてしまった人物を。お？何やってんだお前お前何やってんの。この鏡がどっかへ通じてるというならせめて思いだけでも届けばいいと願う。この世のどこにもいない。しかしそのこの鎮魂の花とともに。俺飛ばしてないからね、メッセージ。なるほどまあこれ多分あれですね、一人以上かけた状態で、まあ数あるなんか条件を満たさないままこのまま最後までたどり着くとこのエンドって感じかな。まあ、いかんせん13個もあるんでね、さすがにちょっと全部やるわけにはちょっといかないんで今回これで終わりますけど、ごめんなさい、なんかちょっと最後にやるには
パッとしない終わり方というかエンディングでしたけど、後方と、はい、到達何度目ですか。エンディング到達おめでとう。多分これがほとんどの人が真っ先にたどり着くエンディングだと思うんだけど、そうなの、俺一番最後ですけどこれ今んとこやった一番最後のエンディングですね。必死確定キャラに見えたり、その逆でデスイベントを情けに見えるキャラがいたりするけど、全員生還と全員死亡はちゃんと達成できるのよ。あ、全員死亡もちょっと気になるね。あ、柴田は監督がよ、主人公が死んだらそこで終了だから。ちなみにその時私たちも共倒れになるみたい。私たちって柴田がいないとまとまらないのよね。そんな統率力のあるようには見えないのに、全く変な力が働いてるとしか思えないわゲームですからね。とにかく最後までプレイしてくれてありがとう。気が向いたら全員生還に挑戦してみてね。やりましたよ、もう。ということでね、ちょっとあまりにもエンド数多いんで、まあ残り気になる方はぜひね、あの新色って調べていただければ、まあ、ゲーム出てくるんでダウンロードしてやってみてはいかがでしょうか。その個別イベントになるものがね、本当に俺一周目でできてたっていうのは本当奇跡に近いんですけどまあまあまあ、そこら辺もね合わせて気になる方はぜひやっていただければなというふうに、はい、思います。そんなねプレイ時間自体長いゲームじゃないんで、まあパッとできるかなと、はい、思います。ということで新色実況でした。